貼れるので、ぜひぜひ、ぜひ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 、30分ライブ見に来てください。はい。みんな、あすひろが配信やってるよって拡散してください。メモろ。ちょっと待って、りょうちのメモるわ。あと、ももちゃまんもメモるわ。ちょっと待ってね。ちょっと待って。嬉しい。うまくいってくれ、マジで。うまくいけば。11、11うまくいくでしょ、もう。はしごでしょ。11、あ、待って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 、ごめん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 。13。あ、収録遅刻したんだって。あ、そうだよ。今日見たの？パルタ、遅くない？てか、みんなも、そう、ラジオね、TA のラジオ、もうすぐで期限切れて見れなくなっちゃうから、見てください。ほんとかわいい、ありがとう。圧巻でした。拓郎、こんばんは。ありがとう。17、25。桃。じゃあ、あ、明日と11は行こうと思ってる。おー、最強。エルシ最強。あ、待って、松雪じゃん。ちょっと、おはよう。ありがとう、来てくれて。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。久しぶりじゃん。元気だった？元気だった、ちょっと。ちょっと元気？メモるな、メモ、メモった、メモったわ。え、11、え、マジ？泣いたよ。泣いたよ。まーちゃんさん。こんばんは、しげさん、ありがとう。TA 女子の朝日奈咲です。黄緑です。ツイッターフォロー、ルームフォローよろしくお願いします。あ、13大抵次第だよね。大抵次第。大抵次第。大抵次第。ピエン。今日聞いたの？ちょっと。ちょっと、でも楽しんでもらえて嬉しいわ。エース最強いただきました。はい。召し上がれ。スタンかと思ったら、そうだよ。ヨーグルト食べたな。豆腐作りまくってたわ、ちょっと。ちょっと。早く会いに来て。今日私のファンの人が見てくれるみたいだから。ん？私のファンの方が来てくれるみたいだから、よろしくお願いします。嬉しい。宣伝してくれたの？嬉しい。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。楽しみだ。もう、バチクソ、沸かせるんで。あ、シオン。シオンか。シオンの方ね。シオン。ありがとう。聞くて。TA 女子、知ってますか？ダメだ、そう、最強すぎるんだよね。最強すぎるの、本当に興奮しよう。めっちゃ興奮しよう。でさ、明日はカナの、まだわかんない、全然。だから当日行ってわかるみたいな感じ。上級者の理由は、ラジオに言ってるよ。ラジオで言ってない？豆腐作ることが楽しみ。ことしか楽しみないんじゃ、ちょっと。そろそろ TA 会いに行こうよ。最強の朝日奈さん説、期待してます。マジ最強なんで。最強なんで。もう期待していて。明日も期待していて。もちろん、嬉しい。ライブ？ライブ？とりあつ女子でしょ。そう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 、とりあつ女子。
ライブ見たことあるんですか？嬉しいよ。あ、ちきちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとう、来てくれて。最初の3分無料だからそこしか聞いてない。あ、そうなの？もしかして入ってない？入ってないの？入っちゃおうよ。ラジコ。皆さん、ラジコ登録してください。登録してください。こんばんは。あと、ちょっと皆さん、朝比奈のアクスタは、アクリルスタンドは、ご購入していただいてますでしょうか？ 15 日までだよ。ステッカーも。だから、我こそは、朝日直しだって方は、ぜひ、買ってください。ぜひ、ゲットしてください。もう、そして、マウントを取ってください。朝日直しだぞって、マウント取ってください。朝日最強だろ。そうなんで、自慢の朝日奈です。嬉しい。美味しいよ。さっきを断層って言うたやつだけど、グループ内。あ、そうなの？こんばんは。本当？ありがとうね、来てくれて。じゃあ、ライブ見たことあるよって感じか。またライブ見に来て。明日とかめっちゃ安いよ。1000円で。1000円でライブ見えるから。6名間。入るか入らないか迷ってるんだよ。入ろう。アクスタって知らないの？アクリルスタンドだよ。時代遅れだね、バルタ。挑発タイプ。ちょっと、ゲットした方がいいよ。また来る、お疲れ様。ありがとう。ありがとう。何時とも雰囲気違くて。何時とも雰囲気違くて、可愛いんですけど。ありがとうなんですけど。今日こんな感じ。こんな感じの私服、今日。知ってるけど、わざと聞いた。なんで？ なんで？なんで知ってんのに聞いたの？かまちょ？かまちょなの？かまちょなんですか？アクスタね、買おうと思ったんだけど、でもソニーの対面経過ね、やめた。だってさ、今回しかないかもよ。今回しかないって書いてあったよ。だからもう、しかも数量限定だし、今回しかないならぜひゲットしてほしいんですけど、そうなんですけど、7個上のクレームを見て爆笑したんだけど、いつもか。あ、いつもって言うの、これ。爆笑した？嬉しい。爆笑してくれて。そう。そうなのよ。そう。入れた。入れた。メールを入れた。一件メールを入れました、私。ファボとリツイートよろしくね。あ、じゃなくしてもいいようにたくさん買っとこう。たくさん買おう。ね。そう、まだ来ないから。まだ来てないから。まだ来てないから。朝の方が来るの早い。確かに。さささささって書いてるし。早いしね。あ、そういうことね。ね、なんかさ、早いしねとかね。多分、死ねのところで、星になっちゃうんだろうね。大変だよね。言葉って大変だよね。大変だな。大阪遠征の時だよね。俺、来てるよ。でしょ？そう。私、まだ来てない。私、まだ来てないの。
久しぶり。見ない間に可愛くなっとるじゃん。え、嬉しい。りょう、久しぶり。今日ね、メイクのノリが良かった。あ、これね。ハロー。これです。これです。ハロー。シュノン。シュノン。シュノン。ハロー。ありがとう、聞くで。知ってたわ。てか、ちゃんと買ってることに驚いて。そうだよ。買ったよ。買ったよ。しかも、あれじゃん。その時、ナナコ卒業式だったじゃん。だから買った。おめでとうって。欲しかったし。何が来るか楽しみですね。てか、ちゃんと、あ、あ、いい。ちゃんと入金した。入金したんだよ。え、入金したよ。速攻したよ。パルタとは違うんだね。そう、ナナコの卒業式やったんだよ、その日。遠征の時。遠征の14日？ 4 日？ 14 日？ 14 日だっけ？ 14 日。ナナコ卒業式やった。だから、袴着て、お部屋で受動ってたよ。おやすみー。おやすみ。大学だ。そう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 。思い出した？思い出しました？そう、卒業式だから、おめでとうって。おめでとうって書いた。どうだろうね。どっちだろうね。けん、こんばんは。こんばんは。ハロー。ありがとう。みんなのアイドル、さきちゃんです。こんばんは。こんばんは。あのね。あのね、って言っても。見て。朝比奈のおしめん。朝比奈のおしめん。砂津川、うずいさんですね。朝比奈。朝日奈のさん 誰ですか？りょうじさん誰ですか？奈々さん。絶対結婚しような。調子乗んな。きょん。きょん。推しメンだ。そうだよ。推しメンの推しメン。意外といかついんだよね。朝日奈の推しメン。でもね、朝比奈顔とか見ないのよ。もう性格で、推しメンになった。マジで。性格、マジでかっこいいから。まあ、鬼滅の刃に出てる人たちみんなかっこいいけどね。てか聞いてよ。あのさ、トイ・ストーリーのショップが、ショップ？ピクサーのショップができるんだよ、明日。明日からオープン。あ、よく渋谷とかでやってるやつ。ハボったやつ。朝日奈がハボったんだけど。トイ・ストーリーのショップみたいなのができるの。期間限定で。めっちゃ行きたい。めっちゃ行きたいね。あれはマジでめっちゃ行きたい。はい。じゃあ、りょうじさんは5時ったので耐えません。あれ、調子乗んのがいつもより優しい。もしかして。おい。そんなことないよ。そんなことない。だってさ、絶対結婚しようなーって。もうね、もう、いつものかって感じ。もうまた、超えてこないと、やっぱそれをね。キリーさんはそんなね、もっといけるはず。俺、朝比奈の第一印象、いかつかった。調子乗ってないけど、まあそうかもしれないね。いかつかった。よくビビられる。めっちゃビビられる。本当に。ビビられんだよ。どう？もう分かってるっしょ？分かってるっしょ？朝比奈の。
アセイナの生活、わかっ、生活じゃねえ。性格わかってる？もう。大丈夫そう？トイストーリーのホテルの方が、そうなのー、そうなの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 、マジで行きたい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 よ、本当にマジで行きたいよ。一緒にホテル泊まろうな、調子乗んな。でもなんか、ね、なんかホテル泊まりたい、本当に、トイストーリーの。どうする？てか自分の家あんな感じがいいって感じ。てかまだ箱根写メまだ？わからん。連絡書いてよ。もうすぐ来んじゃね？トイストーリーショップ絶対行こうな、本当に。行きて、マジで行きて。一緒に行こうな。一緒に行こうな。マジで行きたい、本当に。調子の乗り方が単純な、単調なお宅に甘んじまって、そうだよ。本当に、キリもうちょっといける。もう。シャメで可愛いって、圧かけられたからな。そうだよ。くまいち、おはよう。スイート取るから、という交換条件、どうですか？ わあ、揺れる揺れる。揺れる揺れる。ん？朝日奈は書いてるのか。じゃあ誰だ？もしかして名護？わからん。わからんよ。そう、電波位置ね、囲み写メね、こう、一人一人順で追ってくの。なんて、順で追ってく？まず、ゆきな書いて、かなえ書いて、朝日奈書いて、七子書いて、うぜ書いて、みたいな。順でいつも書いてるから。もうそろくんで。来るよ。待ってな。待ってな。浅井那先生からの期待、光栄です。それ、ほんと期待してるから。ほんと期待でしょ？だから、キリ、いつ会えるのかなって、次、いつ会えるのかなって、ちょっと期待してますんで。それも期待してますんで。ありがとうございます。かっこよかったので、朝日奈は、かわいいかわいいボイスでお願いします。了解です。買ってくださいね。買ってから、お話は買ってからよ。あ、これで OK だとしたら。お父、朝日奈のお父上様ね。やばいよ。怖いよ。いかちいよ。観覧版みたい。あ、そう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 なのー。ねえ、このまま早く会いたいよー。次はいつか。それは非常にもん、重要な問題ですね。そうなんです。すごく、すごく。そう、重要。本当に、期末テストに出てくるぐらい重要ですね、それは。ちゃんと買うから、そうよ。口だけになるな、パルタ。何度も言ってるだろ。まあ最近のパルタはね、いい子ちゃんだからね。回覧板のごじ、え、え、そういうこと？そう、そう、そういう感じ。そう、マイク順で。そう、マイク順ね。ゆきなが1番、かなえが2番、あせいな3番。7個4番、うじえ5番ってなってるの。なんか、入ってきた順みたいな感じ。なってるんです、マイク順。そう。この前の物販、秒で終わったからな。そうだよ。そうだよ、そうだよ。そうだよ。秒でっていうか、あれだよね。やっぱり。あれだよね。だいたい40秒ぐらいだよね。チェキ書くときって。40秒。1枚分40秒。2枚分80秒。3枚分。あれ？ 120 秒みたいな感じ。そうだよ。
いかちい人は仕事柄慣れてますので。あ、確かに。ボイスあとは、へえ、待ってるね。ほら、さひなさきくべきだったかな。そうで。そうだよ。期末テストはちゃんとやれば朝飯前。覚えといて。40分じゃねえよ。この前のワンマンかな。最近の余計だな。 それ最近で、しかも最近じゃん。仲良くなり始めたのね。仲良くなり始めたの最近じゃん。でもバルタンほどまだ全然知らんから。今度教えて。はい、これ読んだわ。40分話すために何枚買えばいいんですか？すごい量ですね。考えるのことやめた。朝日奈関ちゃんってこう好きになっちゃったんですけど、どうすればいいと思う？もっと好きになればいいと思う。会いに来ればいいと思う。もっとね、部屋中に朝比奈のやつ飾ればいいと思う。あと、アクリルスタンド買えばいいと思う。だ、いつも一緒だよ。しかもね、あのね、朝比奈のアクリルスタンド、あれね、意外と漏れてるんだよ。自分で言うのもなんだけど、漏れているの。だから、ぜひアクリルスタンドをゲットしてほしい。常に朝比奈のことを考えていてほしいと思っておりますので、ぜひぜひ。15日までです。さっきと40分って、もう長いと大丈夫なんだよ。すごいよ。すごい。40分ってすごいよね。とこしげなかなかと思う。ね、本当に。もうそれあるんじゃない？って思っておる。そこ教えてくれない？ちょっと考えるのやめた。あ かちゃん、ちゃ。ありがとう、来てくれて。おめでとう、そっちじゃねえよ。みやび、こんばんは。こんばんは。あの時見たけど、確かに朝比奈の漏れてた。ね、漏れてたよね。めっちゃ漏れてたよね、あれ。めっちゃ漏れてたよね。ぜひゲットしてほしい。あ、イシダ、シャキリタイです。ありがとう、この前、4日。久しぶりに会えて、うれしかった。ごめんな、みんな。しばらく会えんけど、付き合った時は仕上がった。先を見せてな。任せとけ。任せとけ。任せとけ。アセイナさんと話すことが、なんかもう言いたいけど。ああ、そうね。キリンはね。朝日奈に恋してるからね。恋か。な。恋か。てんてんてん。な。あ、レスキュー、ありがとう。バレたよ。ツイートバレた。グッセより一番歯が燃えてる。それはそう。あ、20日、無事に。あ、よかった。よかった。いいし、20日よね。そう。皆さん知ってる人も知らない人も聞いて、20日はブレイズでワンマンライブがあるんです。で、物販でワンマンチケット買って会いに来てください。フライヤー配りの時にも、ね、でもこのおじさんあんまできないけど、フライヤー配りできてる時は、チケットを手売りしているので、ぜひ買いに来てください。席、常に入、リュック入ってるよ。よかった、嬉しい。漏れてる時期ね。もうずーっと、もう肌に離さず持っててください。いいことあるから、すごい。なんでバレた？見たからよ。俺、いいこと言ったわ。ああ、いいこと言った。もう、よしよし。よしよし。朝日奈、さっきガチ恋、真剣。オタクのキリーです。このまま絶対結婚したい。ねえ、それあったよね。誰かって知ってるけど。
絶対結婚しようみたいなのを見たような気がする。映画のコーデって白と黒多くない？そうなの。白と黒多いの、こう見えて。この前ショックだった話する？どうしようかな。今日聞いとこうかな。どうした？みやみー、ナイスです。ありがとう。フライ、何言ってんだ？滑ってんな。滑ってんな。大丈夫か？調子悪いぞ。パルタ、調子悪いぞ、今日。ということで。俺も白と黒多いから、ペアルックだね。そうだね。ペアルックでいくと。そうなの。やっぱ大体白と黒なんだよね。あとクリーム色とか。4月20日はいっぱい結婚しような。いや、それ以外もいっぱい結婚しような。お誘いの間の例のことはありましたか？どうぞ。疲れてる。大丈夫、寝ろ。寝てくれ、それは。それ以外も、うちの推しメン、抜かりなくつけ。そうだよ。何言ってんの？そんなさ、4月20日だけじゃ足りない決まってんじゃん。何言ってんだよ。何言ってんだ。台湾のこと言わせんな。行事。あ？4月4日のエジャズサムに聞いたら何を？今僕スライドます？朝比奈の配信で元気もらったから大丈夫？ああ、よかった。それは嬉しい。チェキ渡すから。ああ、明日来るっけ？例えば、T の物販終わりましたって言われて、マジで？マジで？ちょっと、それはピエンすぎ。時間見よう。ピチ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 釣れた。やった。明日会えるかな？キリ釣れた。明日会えるかな？6名間。会えるかな？ピエンすぎだ。ほんとにするピエン。明日会議終わり次第で、今行く。勇気は？けど、物販厳しいかも。終演後。21時。ねえ、それはしょげてんな、ほんとに。間に合ってた。ああ、迷っちゃったか。ピエンすぎる、それは。あ、オッケー。じゃあ、あれだね。あと、領事が集まれば、素晴らしいってことだね。あ、だけど、同じシチュエーションだからよくない？で、逆に、あの時期、さ、お揃いにしよう。お揃いにしちゃおう。今年中には鮭に会いたいな。本当にそれはそう。マジでそう。
こんばんは、こんばんは。けど、同じシチュエーション、あ、読んだ。読んだわ。本当にさっきですって言われたから、本当に。あー、初めて会ったんだ。天然すぎる。は？ちょっと何言ってるか分かりません。ちょ、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 だから、もし、あのね、りょうじのが、ポンってしたら、ほら、それで聞く。こうやってどうするか、踊って。これでしょ？これでしょ？二人で。りょうじ、干潮しちゃうぞ。いや、さよなら、レニーさん。あー、レニーさんね。レニー、あれだよね。近くから行けるよね。近くから行けるね。近くから行ける。ちょめちょめだ、ちょめちょめさん。ちょめちょめさんだ。ちょめちょめさん、みっけ。ちょめちょめさん、みっけ。ちょめちょめさん。ねえ、あのさ、これを話したらおしまいにしよう。あのさ、この前さ、金曜ロードショーでさ、春の目標やってたじゃん。それね、録画して、見たのよ。やっぱりいい、本当に。マジで好き、春の動く城。おすすめです。だから見てない方は絶対見た方がいいよ、春の動く城。本当にかっこいい。もうかっこいいし、もう、かわいいし、かわいいって感じ。まあ、朝日さんだけやってもらってもわからないんだけどね。もうさ、前まではさ、りょうじがこれだったけど。逆転。土下座逆転でしたね。あー、どうしようかな。じゃあ、その日に決める。さっきの動くしろ？何言ってんの？大丈夫か？寝た方がいいよ。寝た方がいいよ。春の急、なんだい、なんて書いてあるの石？石、これはなんて書いてあるんだ？石？大丈夫か？石？朝日屋のアクスタ変えよ。滑ったら変えよ。強かったの、100万円ですか？やだなー、本当にやだなー。え、でも、ちょっと、あれだよ、ちょっと新衣装になったら土下座的なんて取れないから、今のうちだよ、土下座は。春の極城って読むの？どういう意味？春の極城。クスター、何言ってんの、バルト。ちょっと何言ってるか分かんないやつスルーするね。それがちょっと優しくないから、ちょっと何言ってるか分かんないやつはスルーするからね、バルト。気をつけて。え、土下座やってくれるんですか？言わないようにしてたのに。うん、あの新章になったら本当にできないから。マジでできないから、ちょっと今のうち。そう聞こえました。ハウルの動く城です。何日かぶりシャキッと登場。あ、フルフルじゃん。ちょっとフルフル、フルフル、ありがとう。
フルフルってワンコン来てくれるんですか？師匠でもしてもらわないますかね。いや、マジで無理だよ。マジで無理だよ。ちょっとマジで無理だよ。マジで無理、これは。もうね、すっごい、もう、10万払っても無理だよ。セレンさん、最近キウイをどうしてるんですよね。ってね、驚くよ。何言ってるか分かんないやつって、どっか逃げてるな。え、言ったことあるっけ？何言ってるか分かんないやつ。一緒に土下座しような。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 マジで無理ってことは、マジで無理。何？今の衣装はギリギリ。感じ。おっとっと、もうそろそろ、もうそろそろお時間です。もうそろそろお時間。お時間です。お時間です。お時間です。あ、そう、新書してもちゃんとスタンプ隠さないと大丈夫よ。そう、あのね、あんま地面につけられない。地面につけられないので、ちょっと。なんか敷いてくれたらいいよ。はい、ということで。はい。皆さん、ご視聴ありがとうございました。明日ね。明日、8日に。はい、8日、20時から、6名間でライブがあります。で、女性の方、無料。男性の方、1000円となっております。激アツライブです。で、予約が今日の23時59分か。9分まで。なので、それ以降は、2000円となっております。まあ、どっちにしろね、お安いライブとなっております。しかも、激アツライブ。30分枠だしね、本当に、マジでワクワクできるから、ワクワクしに来てください。で、20日は、10日土曜日は、館内ホールさん、12時30分からです。で、2現場目がキースターライブで19時55分からです。こちら、前物販も18時40分からありますので、もう結構長く TL ショー見れます。あ、来たな。で、11日日曜日は2現場で品川市が長和ってなってる。1現場目が品川グランドホールさんで、13時20分から。で、2限目は、品川インターシティホールさん。で、17時20分からです。でね、このライブ、インターシティホールさんで、今さ、TL しね、予約特典で、楽曲投票ができるんだけど、そのね、楽曲投票の1位、2位、3位の曲を、その2現場目のインターシティホールさんでやらせていただきますので、何の曲が選ばれるのかお楽しみにしていてください。そしてね、8、10でね、投票しに来てください。よろしくお願いします。あと、朝比奈のアクスタステッカーもよろしくね。15日までです、それは。はい、皆さん、星投げ、カウント、コメント、ありがとうございました。それでは、以上、TA 女子でした。TA 女子でした。ありがとうございました。
ありがとう。あ、ありがとう。